はい、どうも、帰戦動画始めていきたいと思います。今回は、クールの、エスケープのマイアミブリーズです。300円でね、コンビニで売ってました。5ミリのタバコです。で、これもね、なんだ、ライターもついてきました。14本で300円という、お買い得というか、ちょっと試すにはいいような感じのね、タバコです。こういうのはありがたいよな。個人的にね、こういうね、新しいやつは大体外れなんで、ね。あ、ちょっと薄いですね、これね、やっぱね。14本入りだけあってね。もう個人的にね、もう、10本か5本ぐらいで販売してほしいですね、こういうの。もう、5本100円ぐらいで販売してくれると、すげえありがたい。ちょこっと試しにね、買って、うまかったらまあ、こう20本入りとかのやつでね、買いたいんで。そういうのはありがたいですね。マイアミブリーズクールエスケープ。タールが5ミリのニコチンが 0.4 ミリのタバコです。うわ、買ってこれ。これも硬えな、この、最近の、あれは、硬いわ。やっぱり。最近のね、ライターは硬くてきつい。それでは、吸っていきたいと思います。これもなんかね、オプション系のね、タバコですね。はい。ちょっと見えづらいかもしれないけど、ここにオプションの玉が入ってます。まあ、とりあえず玉なしで吸っていきましょう。マイアミでリフレッシュ。で、具体的にどんな味なのかっていうのは全く書いてないですね。だいたいマイアミっていうのがどこなのかもよくわかんない。マイアミってどこですか？アメリカかどこかな？カプセルを潰せばモヒート、カッコ、ライム&ミントの香りと味わいだって。ああ、モヒート系か。まあ、吸った感じは、潰さずに吸ってる感じは、うん。まあ、ちょっと、まあ、メンソールが強い。ちょっと香りがなんか、いい感じの、メンソール感のやつですね。じゃあ、潰しまーす。いった。いったじゃねえ。よし、潰しました。ああ。ああ、結構美味しいじゃん。あ、結構美味しいぞ、これ。5ミリだけど。5ミリなのがちょっとあれだけど。5ミリなのがきついんだよな。こんな、5ミリとかさ、ほとんどあれし、本当に、ただのメンソールだけしかほとんど感じないです。うん。あ、でも、
今までこういうの俺吸ったことなかったんで。モヒートで言うと、ボヘームシガーのモヒートってのも出てるんですけど、俺これ吸ったことないからね。あ、確かにライムっぽいわ、これ。あ、美味しい。あ、美味しい、結構。うん。これがね、もうちょっとね、10ミリぐらいのタバコだったらまだ良かった。もうね、モヒートっていうか、そういう、なんかミント系の味しかしないですね。タバコの葉の味が全くしない。まあ、たまにはこういうのもいいんじゃないですか。うん。微妙。微妙っていうか、うまいけど、なんか、吸ってる感じがしないんで、面白くない。面白くない。まあ、クールシリーズは基本的にこういう系ですよね。もうメンソールが強すぎて意味がわからないっていうか、強すぎて、うん。なんか、吸ってるタバコの味がしないんだよね。とりあえず、あれだな、キャメルだな。次の待望は、キャメルのね、ナチュラルってやつがね、吸ってみてえな。でも香り自体はまあいいんで、メンソールのタバコが好きな、軽いやつ好きな人にはいいんじゃないですか。まあこれは俺は買うことはないな。まあうーんっていうことを考えて、まあ三つ星だな。三つ星三つ星。ご視聴ありがとうございました。